月サクサクセス38回目の相手は横浜 DeNA ベイスターズ所属の東克樹。トミージョン手術を受けて今季大復活し成績を残した投手。これに加えて横浜にはバウアーがいて、今永がいて、こんな先発3本柱がいて、なお3位なの、2位にもなれず優勝もできず、おかしないって感想がまず出てきちゃう。その話は一旦置いといて、東自身はほんと素晴らしい成績を残しました。それもあってかアップデで能力爆上げ、基礎的な能力の向上が凄まじいですね。特に上がってるのがコントロール能力 C から B の75。オペナ出ました。確実にいい数字を残してくるでしょう。今回持ち込む2枚のアイテム、1枚目は大丈夫博士登場カードと改造手術成功カード。東というのはトミージョン手術を受けて今季復活した選手。僕もその手術を受ける必要性があるかなと思ったので、この2枚を持ち込んで東以上の選手作ってみようよ。レッツ対決サクサクセス。始まりからいきなり目の前に宝箱があるわ、変化球パネルがあるわ、その上で下方向の球種はフォークがついていて、それ以外の能力はないですけど、いい始まり。その上でカレンじゃない博士にも出会えたら最高だよね。大丈夫博士というのはトミージョン手術の博士先生をモデルに作られたオリジナルキャラなんですよね、このパワープロの。だからこそ受ける必要がある。野球超人でわーわーわーいきなり能力を上げまくり、だからこそ余計なギャンブルはいらない。確実に青だけ踏んでハテナ極力避ける。なぜハテナを避けるかというと、カードを落とさないためですよ。2枚持ち込んだよ。落とすねんこのカードというのはね。でハテナパネルを避けていくとその確率が下がるから、極力踏まないように。でも踏まなきゃダメな時って当然ありますからね、全く踏まずに先進めるってことはない。落とさないようにするためには保険となるカードをこうやって手に入れておく必要性がある。ガンダがくれるんですよね。なんでもいい。これプロ入りカード失敗がなくなった。いやこれはずっと持ち続けた方がいいんですけど、このカードが保険となるから、万が一カードを落とすイベントが来てもそのプロ入りカードが失う、その可能性もあれば、この2枚のどちらかを失うという可能性もゼロではないですからね。とりあえずどちらも落とさないようにしていきましょう。早くもこのステージ見切りをつけて、博士が出てくるのはおそらくステージ4以降、多分ステージ4かな、そこで出てくるので、そこに至るまでカードは絶対に落としたくはない。やったらハテナが囲んできますけどね、周りを。それを無視しながら先に進むんや。どうしようかな、して、うわーそこマイナスおにぎりパネルがあるのが痛いけども仕方がない。かといって能力を上げるないわけにはいかないので、まずはその辺の能力を上げつつ、なんで体力も温存しつつといった感じ。こっちの青パネル踏みたいんですけど、とりあえずこっちから行こう。で森原伸び C ですね。ちなみについた球種は H シュートです。今のところ変化量を上げられてないのが残念だけど、あと宝箱もあるのでそこも取りたい。シャッフルでどこ、遠くカナダン出ていく。取れないというか諦めようかな。体力温存するため先は長いし、博士がこの先にいるということを考えたらここでの無茶は必要なくて、この後博士が出てくるかな。あ、まだか、最終ステージなのね。じらすな。できればもっと早く出会いたいのが本音なんだけど、これはまずは宝箱を最優先に取りに行って、中身はスタミナ超人伝で、スタミナはだいぶ上がった。ただね、やっぱ東と対決するにおいて、は？休息とかも必要だから。え、マジでマジでマジで。はめれない？はめれない？はめれない？そっちに行った。吹っ飛ばされた。で、どこどこどこ？体力は温存してきたんですけどね、このブスによって削られた上に、博士に出会えないという展開があった。最悪だぞ。飛ばされたのはそこ。まあ、体力もそんな言うほど下がってないですね。あの状態のカレンだったので、よかったとほっとしてる場合じゃない。無断体力が削られた事実は嘘ではなくて。飛ばされた位置がここ。まあ、当然、ハテナパネル避けつつ、青パネルが残ってるんで、それも踏みつつ、焼けマン1号の登場。いや、会いたい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 。会えないなんてことないよね。会うことができたな。いいっすー。体力も回復して能力もアップでやる気もアップ。いいこと続くわ。これ、右側からゴールに行っちゃったら最終的にこれ踏まないとダメなんでね。これはもうこっちから行くべきでしょうね。ちょっと遠回りになりますけど、その道中に青パネルもあるわけですから、そうした方がいいかなと。こう踏んで踏んで踏んで、また赤があるのは鬱陶しいけど、これ踏んでスタミナも上げてあった方がいいですからね。で、体力を温存して最終ステージで博士の手術受ければ一気に見栄え変わって強くなる。とはいえど、それだけでは東級になれないから、やっぱステージ5で頑張る必要性があるんですよね。博士、あ、出てきた。びっくりした。はい、出てきました。ただそこにハテナパネルがあるし、博士自体は近いんだけど、そこの道中にいたらまで2つもあんのよね。わざわざ避けてきたのに、このタイミングで2つ。いや、何も起こらないことを信じて、先に行きましょう。プロ入りカードもありますしね。まず最優先に博士に会うこと。気分が悪くなる。もうこれは仕方がないですね。よーし、博士に出会うことができて、これで、手術は当然成功ですよ。改造手術成功カードを持っているので、奇跡的な成功ではない。メイが確かに成功させてくれた。能力は上がるんだけど、ここまでやっぱそれ以外の能力上げてきてないから、スタミナ以外の見栄えが悪いし、実際能力としても低い。ちょっとビビりすぎやったね。博士の手術受けることだけ目的にしておいて、強い選手作ることをおろそかにしておいた。博士のおかげで多少なりとも見栄えはいいんだけど、まだ能力としては足りなさすぎるぞ。それにいて、カレンも登場。うわー、直線上に近いラインに出てきたね。ロックオンはされたくないから。
で、赤が青になる。 OK、 今回初めてハテナ踏んだんですけど、いいことが続いた。ただ体力がないから、まずはその体力を回復しないとこのステージを堪能することはできないぞ。プロ入りカードがあるからゴールを目指す必要性はないよね。これ彼もどうにかして、よし、うまくはめることができた。今回は邪魔にならなかったね。よし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 。横にいる選手にも出会いたい、出会うことができたね。これは今田が将来的にというか来年メジャーに行くでしょうね、きっと。国際大会丸がついたのはいいこと。で、この辺の青パネルを踏みつつ踏みつつ踏みつつ、さらに宝箱取りつつ、中身は野球人でね、特殊能力、内角攻め、伸び伸び、対強打者もある。いいじゃない、一気にこのステージで強くなったよ。博士の手術もありますけどもね。で、残す体力でやるべきことは近辺にある青パネルを踏んで、プロ入りカードは相変わらず持っているので最後を踏んで、これで終わりで、個人的にもう少し強くしたかったというか、できたね。もっとチャレンジしておけば、博士に会うことを目的にしすぎた。そらそうでしょう、せっかくカードを持ち込んで博士に出会おうとしてる中、ハテナパネル踏んでカード落とした、持ち込んだ意味ないやん。で、その流れで博士に出会って受けたところでカードがないから失敗に終わる。目に見えた展開というか、いっぱいあったこと。両選手ともに博士の手術を受けて、その内容は違うけどね、片や怪我で受けた方、片や道端で出会ったやつノリで受けて手術成功して今に至る選手、違いはあるけども、ただ手術受けたことは事実。その受けた者同士の対決、果たしてどっちが上の数字を残すのか注目だ。両選手ともにローテ2番手の調子次第、これデフォルトで設定されてる東の起用法なので、この起用法で両選手をオートペナントで回していきますが、今回は先に対戦相手の東から。今季復活し能力も上がって強くなった、そのお前がリアルで残したような数字をこの世界でも残せるのか、それとも手術の影響、怪我の影響がもしかしたら悪い方に働いてみたいなことも可能性としてはゼロじゃない。まずは先行選手1年のシーズンが終了し、リアルな東トミージョン手術を受けて今季復活し活躍したよね。でも皆が皆手術を受けて復活してるわけじゃない。もちろんトミージョン手術というのは成功率は高く、また復活した選手っていうのは怪我する前より球速が上がってるみたいなデータもあったりするんですけど、中にはやっぱね、その後復活できずにそのまま消えていくものだったりいるんですよ。必ずしも名医また名選手全てを成功するわけじゃなくて、その中にも数々な失敗はあって、東はこの場合どうなったのか、それは成績ではわかることを見ていくと、規定投球回到達していて、その中 2.96、 158イニングを投げてのこの数字、それに対して5勝9敗とえらく負け越していて、貯金を作れていないのは投稿打てだから当たり前のように2点台前半バイオンチャー1点台とかがありふれていて、実際今永とかバウアーもそうやんで、その今永は8勝10敗で 1.84 でありながら負け越している。いや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 、こんな投手陣がいながらリアルは A クラスギリギリやったけど、この世界に関しても優勝もできず、なんならあそれでも A クラスに入れていてギリ貯金作れてるんや。あんな投手陣がいてなお、よっぽど打ててないってことなのかな。軽くデータ見ていくと OPS で並べてみると、規定打席到達してる中8割超えは宮崎だけ、佐野啓太が唯一7割台で、それ以外6割で5割とかもいる。外とか全く打ててないもんね、桑原とか。なるほどね。ほんで牧田が WBC の影響なのか全く打ててない、リアルとは違うパフォーマンスをしているので、これだけ打てない選手がいるから先発が勝てない、チームも勝てない。東の成績一通り見ていくと、登板機会25試合なので一度もローテーション外しておらず、またシーズン途中怪我することもなく、防御率 2.96、 158イニング3分の1を投げての5勝9敗と負けすぎ、勝てなさすぎという印象がまず目につくよ。完封ゼロで完投は1個あるらしい。 QS が18、率 72% と高く、 HQS8 個で 32%、 奪三振136個で三振率 7.73、 フォアボール30個、デッドボール4つの四死球率 1.93、 被弾の数が15本とよく浴びてる印象というか、実際数字でもそう。被安打152で被安打率2割5分2厘、得点圏2割3分6厘で、対右に対して2割5分7、対左に対して2割4分6、ケースラッシュ BB4.53、ウィップ 1.15、FIP2.67 と残してる数字と防御率、若干の開きはあるが、まあ大差はないので、内容通りの結果で結果通りの内容ということが言えるんじゃない。単体で見たら、トミージョン手術を受けて規定投球回到達して、なお 2.96、復活と言ってもいいでしょう。勝ち星を見なければ。あとはこの時代、投稿だということを見なければ、全体と比較したらそこまで圧倒的な数字を残してるわけじゃないので、セリーグ投手ランキングから見ていくと、防御率トップは村上の 1.70、 その下に今永がいて、東の防御率というのは全体ここですね、15番目、で規定投球回到達しているのが20人の中の15番目なので、決していい方とは言い難い。勝利数トップは14勝の同じチームメートのバウアーですね、多く勝っている。理由はまあそれだけのピッチングをしているからでしかないよな。東に関しては全く勝てずに、規定投球回到達している選手の中で一番勝ててないんじゃない。ほら下の方にいて、あ同じいますね、小笠原が。防御率も近いですけど、でもこ
っちの方がいいんだからもっと勝たないとダメだし、これだけ負ける理由あるよね、中日ドラゴンズ。で、アズマも同じ故障でここにいる。いかに勝ててないか。でもそれ以上に勝ててないものがいるのであれば、俺勝ててないよな、なんていうさ、悲劇のヒロインぶるのはやめましょう。もっと不幸な奴は世の中たくさんいるんだから。今残してる数字というのは、この全体で見てもそれだけ突出したものではないんですけど、全体で見るのではなくて、やっぱまずはアズマ単体で見るべきであって、怪我して6に投げられない状況から規定投球回到達して、なおかつ防御率 2.96、 これからいろいろとキャリアを積み重ねていくための第一歩目、術後の結果ということを考えたら、まあまあ復活をした、完全復活には遠いですけども、そういう表現でいいんじゃないでしょうか。続いて作った選手を同じ起用法でオートペナント回していこうと思いますが、同じく手術を受けた、ただ同じ手術ではないですよ。手術を受けたのが同じであって、こいつの場合は怪我も何もしてない、ない才能を底上げしてもらって、今現状にしてもらった名医の力で、そのお前がどうなるのか。東はその手術の結果を数字で確認することはできたけど、もうこいつの場合は手術の結果、今の能力出てるわけですから、あとはこの能力でどんな数字を残すのかっていうのが重要だって。高校選手1年のシーズンが終了し、これから見る数字というのはお前の力で残したものじゃなくて、どっちかといえば博士の手術を受けて残したもの。お前の頑張りがあるとするのであれば、博士に出会えた運というか、まあそういうカードがあったからね。また改造手術成功カードもあったからね。まあそういう運というかコネを持っていたととも表現しましょう。最高の数字をきっと残してくれたんでしょうね。成績見ていくと、オープン。投球回すら到達できてない。あのスタミナの量の多さで規定投球回到達できてない時点で、お前はゴミでクソでかすね、何もできていないことは確か。そんな中でも今永は 1.39 を残してたり、バウアーも良かったり、大貫も良かったり、石田もいい。だからこそ今期の横浜の順位を確認していくと、さっきと違ってきっと優勝してるわな。こんな投手陣がいるのであれば納得。僕の選手はどこにいるんでしょうかね。規定投球回到達してないことは確かで、これ防御率順に並んでおりますからね。最初に出てくる投手に関しては誰だ。 1.90 の森原という謎の投手、こんな投手がいたんだ。その下、山崎 2.01、 エスコバー 2.31、 上茶さん 2.77、 石川 3.24、 伊勢 3.45 で、ここにいました 4.52 という防御率を残して、正確には5つのアウトかな。それが足りずに規定投球回到達できずに、いやもうそんなんどうでもいいわこの際ね。いや残してる数字がひどすぎるでしょ。7勝14敗と勝っているチームでめちゃくちゃ負けてるのはお前に原因があるでしょ。登板機会に関しては25試合、ローテーションは一度も外していない。怪我でローテーションを外して数字を残せなかった、規定投球回到達できなかったってわけじゃないんだよね。単純にこいつ投げれるスタミナはあるんだけど、それ以外の能力がないと当然イニングは足りない。途中で変えられますから、打たれて、こっちの場合打たれて変えられてるんですよ。防御率 4.52 がそれを証明していて、7勝14敗と大事な場面で打たれまくっていて、負けに絡んでいることも納得。こいつがいなければもっと横浜圧倒的に優勝できていたでしょう。完封も0、完投も0、 QS14 個で率 56%、 HQS4 つで 16%、 奪三振95個しか奪えず、三振率も 6.05、 フォアボール57個、デッドボールも9つ、四死球率 4.00、 被弾の数が16本で 1.02 と浴びまくり、安打率2割6分6厘で、得点圏になるとさらに上がって3割近い2割9分1厘だってばよ。対右に対しては2割6分、対左に対しては2割7分2厘で、どっちかとば左ピッチャーのお前が左を苦手にしてるという。あの能力で左苦手にできるって逆にすげえなと思うな。ケースラッシュ BB 1.66、 ビップ 1.44、 FIP 4.18 と、結果より内容の方が若干良かったりするが、もはや意味はない。どちらにせよ4点台や。年間実績点71点でフィニッシュ。こんな数字でいいわけないだろう。元の足りないお前の才能を博士の手術を受けて成功したから、このような能力になれたのにもかかわらず、博士の助け合ってもなおこういうことになるって、お前どんだけ元才能ないね。大丈夫、博士の手術を受けるっていうのはある意味ドーピングなんですよね。そのドーピングをしてなおこれとかも救いがね、何よりも博士に申し訳なくなってくるね。あのような手術を受ける機会と改造手術成功カードを持ち込んで成功までしたのにもかかわらず、こんな数字を残してしまって、こんな能力になってしまって申し訳ない。もちろん今回の対決だって比較するまでもないですね。やっぱり東の数字を改めて見てもそこまでではないんですよ。もっといいパフォーマンスできるだろうと、それを信じてまあ対決した部分もあったので、そこは若干残念な気持ちもあるんだけど、ただ今回の対決においてはもうこれで十分ですよね。対戦相手がこんなやつだから、細かい比較はもういらない。どんな方がどんな角度から見ても、一目見ただけでさ、対決の勝敗が分かるくらいの差が出ていて、もちろんですが今回の対決の勝者は、
内容は違いの手術を同じく受けた者同士の対決、まさかここまでの差が出るとはという言葉は出てこないですね。いや、むしろその内容の違いがあるからこのような結果になったんでしょう。かたや自分の才能を信じ努力をし続け、そして怪我してもなお諦めずトミージョン手術を受けてリハビリをし復活した東、かたや元々の才能がない上に努力もせず、その上で博士に出会ってドーピングパワーで底上げしてもらって、でもやっぱり努力をしない怠慢傲慢な人間だからこそそれを力に変えられ血管変えられずこのようになってしまった。まさにその違いがこのような結果になってるんですよ。出るべくして出た成績、またなるべくしてなった結果ということが言えて、今回は東の圧倒的な勝利で終了ということになります。